こんにちは、シャークヒロシマチャンネルです。今日、天気ですね、天気、いや、違います。え？阿蘇ツーリングですね。そうですね、阿蘇ツーリング、ちょっと今回もちょっと延期という形を取ろうかなと思っております。中止ではないんですね。中止ではないです。まあ、その今回に限りは中止だけど、中止だけど、まあ、最終は延期という形で行こうかなと思います。延期になった理由は、もう阿蘇市の天気が悪い。まあ天気が悪いっすよね。シンプルに、ね、コロッコロ変わるっすもんね。うん、シンプルにね、晴天がないもんね。一個も晴れマークが、晴天がない、本当にっていうのもあったんで、まあちょっと今回、7月16、17、18の阿蘇ツーリングをちょっと一旦中止という形で延期したいと思います。楽しみにされてた方申し訳ないです、本当に。でもちょっと天気ばっかりはちょっとどうしようもできんところがあったんで、本当は行きたいんよ、俺もしっかりね。だって視察だまで行ったぐらいだけどさ確かにツーリング前に視察行くっていうぐらい視察行ったけどね。だけどちょっとまあ今回はすいません、中止にさせていただこうかなと思います。もう結構人集まってたけどね、ほんとそこはね、ちょっとね、なんかあーちょっとやり行きたかったなっていうのはあるんだけど、まあどうしてもね、こっちか広島から行く人たちはどうしてもね、うん、泊まりで行くことになるしね。まあね、まあやっぱ最高のコンディションで行きたいっていう思いがありますよね。あるね、どうせ行くならね。結構そのやっぱこっちから行く人も楽しみにしてる人多かったよね。うん、でまあいろいろちょっと競技を重ねて天気を眺めて見た結果、ちょっと中止という形に今回はねさせていただこうかなと思います。残念じゃねえ、宿まで取っとったのね。やばい、切らせるしないかも。うん、でなんかまあでもこうやってあれやね、こういうなんちゅう、中止しますって言ったら急に晴れるパターンあるよね。まあ、あるあるよ、ね、いやしょうがない。でもまあもう今回はもう中止にしたんで、その途中で行ったりとかはしないです。去年はコロナウイルス、今年は天気悩まされるね悩まされるよね悩まされるよね。まあ遠出やけんね、やっぱ難しくなってくるっすよ。2泊3日ってなったら、うん、名古屋のジョイツですら雨に打たれとるっすかね。だってまあね、まあ、あれはさ帰りだったじゃん、まだ、うん、まあね、行きから打たれたくはないよねさすがにさすがにね。あの何ていうの、まあ、時期も時期だし、あのゲリラ豪雨に当たるかな、夕立か、うん、夕立とかに当たるのはもう覚悟しとったんや、ある程度はね、うん、だけど天気予報がもう金曜日がもう雷マークの雨だよねってことは多分しこたま降るじゃん絶対。まあ行くと土曜日は打たれるよね。確実にね、打たれて、で、まあ、前日もめっちゃ降るけ、うん、どうなるかわからんしっていうのもいろいろあって、日曜日は降水確率低いんだけど、もう金、日月でもう中止という判断にさせていただきました。あだよね、しょうがないねそこはっていうのがありますね。まあ楽しいっす。延期をする言うてもほんままだ日にちの目処とか全く全然ね、夏はだってきついんでしょやっぱり。いや冬がきつい。冬がきつい、あ冬がきついけど真夏もちょっと危ないじゃん。だってもうこんだけ気温高かったら、いや
でちょっと、まあ、メダカもちょっとこの気温で弱っとったんで日陰に移動しました。室内にメダカ知っとんの？知らないと思ったっていうのがあるんで、まあ本当ちょっと楽しみにされた方にもちょっと申し訳ないんですけども、今回は中止にさせていただきます。あれは？広島ではツーリングしないんですか？まあ、ちょっとまだ確定ではないんですけど、日曜日広島晴れそうなんで、広島だけで日帰りのツーリングはするかもしれないです。広島だけっていうより広島で県で、うん、県広島県でやるんかも分からんすけど、天気がいいところを狙って、ね、日帰りでね、日曜日にちょっとツーリングしようかなと思います。まあ、ぜひツーリング参加っていう方は朝9時朝9時に緑セブン集合でお願いします。なんで決まったの？もうそこまで何も聞いてないですけど行かんのでしょ、だって。まあ行けんよ。なんでバイクか治るよ、今日。ほんまに行こうや、日曜日。いや、忙しいやろ、多分。忙しいっすもん、ここ空いてないけど、何もできんよ、家で。じゃあもう家でやる。行きまーす。朝10時緑セブン集合でお願いします。10時？遅ない？あっこいこや、ゴールデンバレー。あ、いいね。じゃあ俺ここ合流で。そこ合流はないよ。ゴールデンバレーでも行こっかな、久しぶりに。あそこ略してゴルバレってハッシュタグなんすよ。あ、そうなの、うん、じゃあそこの2人もちょっと誘ってみる、ツーリングに。絶対来て。え、連絡は？ほんまゴールデンバレー？どうしようか。でも結構みんな行ったことないっすよね。行ったことないよね。それかロックスカフェ。どっちがいいかね。どっちがいいと思う？俺はどっちがいいって言ったらこっちが良くないみたいになるけど、俺は何も言わん。じゃあロックスカフェにしよっか。違う？違うっかないっす。裏道、こっちからだったら山道ずっと通っていけるけどさ、ロックスカフェ。あー、はい。あっちはもう渋滞しそうだから走りたくない。渋滞しそうだけん俺も嫌だなと思ったっす、帰りが。で、山道通っていこう、涼しいし、うん、で、帰りも山道通って帰ろう、涼しいし。じゃあここ集合やん。緑セブンの方がいいじゃん、分かりやすい。ここの方が絶対分かりやすいやろ。ってか誰にも迷惑かけんし。じゃあそうしよう。じゃあここに朝9時半集合でロクスカフェ行きます。あそこ涼しいもんね、川あるし、うん、ああ確かにね。ああそうしよう、そうしよう。じゃあ日曜日朝9時半に講師集合でお願いします。決定。うん。連絡は？この動画を見てきてください。あ、だけ連絡も行きますっていう連絡もいらんの？いらないです、関係ないです。僕9時半にここ来てるんで、クソ来なかったら知らないです。一人でも僕は行きます。そういうことね。いや別に連絡はいらんってことね。でロックスカフェ行って自由観察にしようか。うん、いいじゃん。え、帰りにまた雨に打たれて、うん、映画とか行かんよね。映画じゃねえわ、どこだったっけ、あそこ。ああ、アウトレット？アウトレット。いかんねえ。また、あれやらんよね。3D のやつ？ 3D のやつ。3D やらんねえ。まあ、そんな感じで、一応報告でした。じゃあ皆さん、ぜひ参加のほどよろしくお願いします。失礼します。